ガラスで中が見える蒸留器っていうのが少なかったので、来てくれるアロマの先生とかがですね、なんか蒸留器作ってよっていうところからスタートしていて、そういう声をかけてもらうことが増えましたね。いろんなところで使われる可能性が出てきたということは、やはりそういうところに置いてあっても、その周りの雰囲気を崩さないっていうことが必要なので、やっぱりそういうところに置いてもこう武骨にならないようにしないといけないなっていうのは考えますね。こういうのがあったらいいなっていう製品をどんどん生んでいけば、またニーズが増えていくのかなと思います。まあ、こういうのできるって言われたら、まあ、それになるべく答えてあげるというのは大事かなと思うんで、できないものをどうできるかっていうのをちょっと考えるっていうのが一番作り手としては大事なのかなと思うんで、 3D プリンターがいろいろ出てると思うんですけど、その時代に合ったやり方っていうのはあると思うんで、まあ、そういうふうにどんどんとまた発展していけばいいかなと思います。